B、ファーストが2023年9月13日にリリースするニューシングルのタイトルと全国アリーナツアーの開催を発表した。その他の画像プレデビューから記念すべき2周年を迎えた8月16日、YouTube の生配信にて明らかとなったホースシングルのタイトルはメインストリーム。この発表に合わせ、制作過程を追ったドキュメンタリー映像第1弾も公開された。 この映像では、メンバー自身が思う、メインストリーム、について、そしてどのような行きで、メインストリーム、が誕生したのか、音楽ジャーナリストの鹿野淳を交えてメンバーそれぞれの思いが語られている。自身初となるアリーナツアーにして、自身2度目となる全国ツアーのタイトルは、B、ファーストアリーナツアー2023から2024、メインストリーム、となり、 11月から来年2月にかけて開催される。SkyHI ス,ステートメント流行、人気、トレンド、みたいなものをみんなが追って、追われていく。それはエンターテインメントやカルチャーの成長に伴って大きくなっていく。その中でアーティストがすべき役割は、そこをただ追うことではなくて、それを作り出すことであると思う。この楽曲をリードタイトルにすることで、異色の。 まさかの、ここに来て逆に、みたいなことを言われるかもしれないが、全くそんなつもりはない。気を照ろでも、逆張りをするでもなく、自分たちのスタイルを磨き続けた B、ファーストは、2023年にこれを王道として提示する。メインストリームに乗っかるのではなくて、メインストリームを作る存在として、B、ファーストは自分自身を定義し、証明する。